私とあんたでーす。こんにちは。お願いします。ます続きやで。はい。コトラ持ちや。あ、そうですね。はい、だから、まあ、さっき説明したけど、うん、シルフスコープ使って、ポケモンタワー登るから。はい。はい、いいか登りたい。登らさせてください。うん、ここに。いいよ。うん、はい。右の方にあったと思うけどな。で、これをどんどん上に登っていくね。ハゲオさんとは大体この辺喋ってるよ、ね。ハゲオさん、あ、喋ってる。いい、いい、いい。ペットロスのおっさんや、ね、うん。もうね、それはもうみんなそう。もう本当にみんなね、うん、そうなの。変になお葬式がしてなかった。あ、そうな。でもお葬式したい人の方が多いんちゃう、ペットや。うん、最近な。なあ、家族の一員やと思ってはるやろ。これ何？お墓？お墓や。お墓。これ、一個一個喋ってても特に意味はない。ないね。特に意味ない、ね。前も言っとったけどな、なんか。うん、これをなんか、ね、一個一個調べとったら怒られた夢を見たのが言うとったよ、なんか。何覚えてんの？そう。そんな私でも最近の見る夢、毛が全部抜けれる。毛が抜けんのか。うん。あ、そうなん。うん。毛が全部、頭もか？毛ってだから、頭の毛が全部抜ける。他の毛もあんの。他の毛もまあ、他の毛が全部抜ける、まあ、体中の毛が抜ける。けど。毛が抜けるんじゃないかって話。それが、うん。嘘みたいに抜けるの。うん、わさー抜けるの、キュッ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 、うん、やばいのって言ったら、うん、いやいやほんまやばいってって言うの、抜けすぎやって、そんな普通そんな抜けへんでって言われて、うん、そうって言って引っ張ってみたらまだどんどん抜けて、抜けるの、それ私病気なのかなっていうの、あ、ほらこれ、ほら今までこの正体出てこへんかって、ね、これ捕まえてしまうか、あ、年数でええわ、そうなん、それスネ夫や、間違えたいや、ええよ、あ、でもちょうどええんちゃう、これあれ体力、あ、そうやな、あの相手体力自分で減らしたから、スーパーボール、あ、これやん、たくさん固定、これやんか、あの、よう跳ねる玉ちゃうで、あ、それのことな、私も玉ってたけど、選手のあの玉のこと、玉玉や、それまたその話か。ほら、捕まった、捕まった、ほら。玉といえばって感じ。金玉や。いや、でもはい。お金玉は、それけど、ゴーストに行くね。うん。これ、ゴーストタイプ。お化けってことでしょ？そうそう。まさほない。なんでや。お化けみたいなやつおったや。影の薄いやつが。もう、紛れもなくまさほやね。亡霊のような、いるやん、クラスで。いる。亡霊。うん。もう、もうそーっとしてる。いるの分かってんねんけど。僕のクラスあれやったで。女の子がそんな感じだった、あの。何それ、何それ、かわいそうやん。いや、綺麗な子やね、うん。あ、でもお化けって綺麗やもんな。でな、そう、色が白くて。うん、あ、すごいやん。勢いもすん、ものすごっつい大人しい女の子で。うん。あ、いたいたいた。そう。いたそれいた。で、僕はあれやで、その子からあれや、中学の卒業式の時に、あの、ボタン欲しいって言われた。じゃあさ、いよっか。何回降りたり上がって。やめて早く降りたらダメだ、やめて、どうしたらいいの、お願い、はい、教えてやがれ、どうしよう。ちょっと待って、何これ、もうまた降りてるし、もうねえねえ、こう、もう、いや、これは取り憑かれてますわ。ここ大活躍だよ、いやで、高見よ。もうね、やっぱ高見よっていうのはね、あの、名前だけじゃなくて、名前もう全部がすごいから。すごいの。そう、ね、全部がすごい、多分。いい名前もらったな。間違えた。お寺さんか、私が信じてないの、お寺。あ、お寺さんか、うん、お寺さん、まあ、あれはだって、みんな信じてないの、選手も置いてる。それは君の地元だよ。友達がさ、結婚するって言うからさ、結婚式行ったら全員ハゲやった。じゃボンさんか、全員、そう。え、相手がボンさんか、そうそうそう、で、私全然知らんかって、ボンさんと結婚した人がいるんや。いるいる、それで、まあ、ええ、びっくりすんで、あの、ヤクザみたいな、そこ入った瞬間に、全員、ボンズやって、めちゃくちゃびっくりすん。今朝は来てんのか、
スーツか。普通に学校式に行って。あとヤクザのおっさんみたいになってしまう。そうそう、だからこれ何の会やろうと思ったぐらい、うん、もう本当いろんなその不倫話、不倫話なんかいろんな話を聞くんやけど。うん、あ、ボンさんのか。そう、うん。まあ愛人はおるやろな。金持っとるし。あ、ほら、金の玉やで。ついについに金玉をで、これ前も1個もらってるから、これで2つ目やで。え、2つもちょうどいい数に玉を2つでちょうどいい数やん。ちょうどいい。ちょうどいい。1つやったら多いやろ。多いな。1個やったら片金になるやろ。片金言うね。ちょうどいいやん。でも不倫で言うたらほら、最近やったらほら、渡部健の。だからあれ気持ち悪い、だから気持ち悪い、あれは気持ち悪いやろ、だから。あれなんやろ、あれあかんやろ、絶対。ものすごい人数多いんやろ、あれ。相手が。違う、だからあれ、あれっても人数多くても何でもいいけどさ。なんか話題になってるのは、なんか、あれやろ、公衆トイレの人やろ。じゃだからもうそれがもう、おってる。大迷惑やで、六本木の。そうやろな。そうやろな。そういう場所は漏れてしまう。入れへんやん、もうここはネーションになってしまう。ちょっとここ、こんなとこ、うん、渡部の部屋みたいな。例えばそのうわ、もう漏れそうってなった時に、 あ、ここしか入ってへんやんってなった時に、うん、でも3分しかしてへんねんね。じゃあだからそれはもう紛れもなく騒論やん。言ったんない。じゃあ、いらんわって思うよ、そんな。入れたらもう終わってる感じやん。いらんしたよ、それ。A 子さんか B 子さんか C 子さんか 何子さんか知らんけど、自分がその、待って、C 子さんや C 子さん、A 子さんとか、ちょ、みたいな、なんか今、なんかありましたかみたいな。面白くもなんともない。まあ、女子からしたらそうやな。で、1万円ポン渡して帰らはるので。で、たった1万円やろ、うん、それで。たった1万円やな。場所代もないしな、食事もせえへんし。3分って、やっぱ時間。3分って聞いたことないやん、そんな。インスタントラーメン、そうやな。でも5分っていうのはね。あ、そうやな。ラーメンでも5分がある。あ、あるな。ということは、うん、その3分ってもうすっごい短い時間ってこと。そうやろな。倒さん方がいい。あ。ええー、早く言って。捕まえてしまって。言って早く言って。死んでしまった。救急車や。ええ、もうしゃあない。しゃあない。お母さん殺してしまった。もうこれ、ピッてやめて、ピッて。ん？びっくりマーク。お前は何しにここへ来た、うん、お前とか言われた。あ、それあかんな。ほんま、もう殺そうかなと思うな。人にお前ってやつ、ほんと嫌い。殺してやろうかなと。ほんとよくない。ゴースト。わけはいいよ、いいでも。ゴーストって。さっきのやつ手が生えたからね。まさむの次、まさきかよ。まさき、あかりお化けやから。あ、そうなんや。誰や、これ。富士あ、富士老人か。何くれんのかな。笛、あー、ほら、寝とったポケモンいるやん。カビゴン。うん、あれを起こすね。元気が湧いてる。ポケモンが眠りして。なんて。困る。ポケモンが居眠りして困ったら使ってみなさい。うん。はい。なんとなくわかったわ、じゃあ。じゃあ、ちょっと一回じゃあここで切ろうか。ポケモンのお化け、お墓で、有名なタウンだ。うん。飼っていたポケモンが死んだ時に、うん、ポケモン頭に持っていた。あ、うん、寂しい。だから供養するよ、これ。ペットロスがあかんねやろ。飼ってる間はええけど、いざこう死んでしまった時に悲しくなるからやってことやろ。そう。うん、で、ね、うん、お葬式屋さんにじゃ連絡しますと、うん、連絡するわけ、うん、本当にね、うさんくさいんで、それは。まあそうだろう、本当にうさんくさいの。3個ずつっていうのもそのあるぞ、ね、あ、じゃあ、わかんないやつ、ね、ほんまに3個ずしてるかわかんないそう、3個ず費用がいくらですかっていうの、うん、でうちが猫死んだ時に、いや、おとんがな、かそば連れてって、まあ骨欲しかったよな、まあ骨は持って帰れるか言ったら、それはできませんって言われて、それは役所はできへんねんって。そう、できない。民間とこだけやんな。そうそうそう。ちょっと悲しそうな顔したって。まあ、ええわ。だんだん親身にしてくるんだ。ちょ、待って、これ、お化けなんですね、話。
ね。そうやな。それはポケモンタワーのな。私が見てその、うんうん、そうやな。透明スケルトンのわけだ。スケルトンスケルトン。はい、じゃあとりあえずじゃあここで片付けるはい、はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。いつもいつでもうまくいくなんて保証はどこにもないけど。